ちょどうにか売ってもらえないですかね、俺。いやでもね、もしかしたら逆に言うと売ってるよね。逆に言えばもうやってんのに、やってんのにこの飛躍具合。でしかもうちら西尾さんに座右の銘つけましたからね。何すか、最後のギターヒーローです。ああ、ありがとうございます。あ、T シャツ作ってもいいですか。ギター最後のギターヒーロー登録者8万人ラストオブギター。それ街中おったら痛いやつさ。ラストオブサムライでラストオブギターヒーロー。あのなんかバラエティで結構その街の変なやつってなんか特集あった時にそういうおっさん一人ぐらいいないですか。そのそういうの出たらいいですよ。さそれ、ね、ギターヒーローっすか。いやだからノンフィクションとか最後のギターヒーローって言い張ってるやつ。生きてくれ。いやいや、それいいっすね。最後のギターヒーローだから、あのジャンル的にはもうあの、はい、何メタハードロックメタル、はい、まあ、ハードロックだよね。ありがとうございます。だからもうそれでその T シャツ着て新橋とか歩いてたら声が家着いていいですかとか、ね、なる。でも確かに最後のギターヒーローっていいっすよ。だってほんまにいないですもんね。そう、そこの枠に行こうとしてる人もあんまりいないと思いますね。そうね、最後ギターヒーローっていう言葉を使って認識してる人たちっていうのは、あのやっぱりメタルとかハードロックの人だから。だって俺たちギターヒーローだと思って、うん、やっぱその、うん、ポール・ギルバートとか、はいはいはい、まあギターヒーローじゃないですか、感じで、うん、あの自分の出てるのとかで、俺とかはやっぱもうやんなくなっちゃいましたからね。ああそっか。そうそう、でみんな言うんですよ。みんなその辺からその辺をやっとったけど、うん、なんか結局ね、そのロベンフォードとか、ああ確かになんかレイボーンだとかってなっちゃったりとか、大体このちょっとおしゃれ系か、はい、泥臭い系かに。なんでそっちに行くんでしょうね。いやだからやっぱもう世の中に流されてるんですよ、多分俺たち。あ、俺流されてます。突き進んでるから。うん、ありがとうございます。多分最後のギターヒーローじゃないかと。はい、でもたまにね、そういうテンションコードとか言ってね、はい、おしゃれなことやろうって。いやだからモテようとしてめちゃめちゃモテたんですよ。でもそうなんでしょうね、やっぱギターヒーローっていうブランディングをもう一回、ブランディングっていうか、俺自身が突き進めばいいだけの話ですよね。そうそう、だってもうあんまりないもんね、うん、本当に。確かに頑張りますわ。まずは T シャツを作るところからですね。日本人だともう何、高崎明とかもそのくらいじゃない。うん、確かに。まあそうね、まあまあ、うん、まあ布袋さんとかね、あそこら辺そうかもしれない。ああ、まあまあそうだね、うん、自分で自分をブランディングする能力みたいな。まあ確かに、ね、でも逆に言うとそういう時代じゃなくなってるんですよ、もう何でも言うみたいな。いやもう見せてる方が、うん、確かに。そうだから西尾さんが料理作ってる動画とか面白いしみたいな。西尾さんの日常のやつはマジで面白かったっすよね。マジですか。じゃあ俺だって1個目なんかね、1個目何作ってんの動画、なんかカツ丼じゃん。そうですね、あれでも料理業界行こうと思ってました。いやもうだから西尾さん、でもええやん。今の話聞いて思ったのは、西尾さんがマウント取られてる動画を隠し撮りしておいて。それいいっすね、業界の闇を。それ絶対おもろいっすわ。で暴きましたって。別にこっちは本当にモザイクかけて声にあれつけとけば別にいいよ。確かにそれいいな。それめっちゃいい。それ絶対意外と俺が噛みついてる感じもいいっすね。そうだからあのそうそう、これがね、音楽業界の大人にマウンド取られましたね。それいっぱい食べといて。お前らは分かってんな。その発想なかったな。それいいね。それいい。やっぱ日常系はね、ほんと伸びるから意外に。あのなんかこう、普段のやつあるじゃないですか。YouTube だ、うん。あれ、ガチでやってるんですかね。例えばなんかあの。あ、闇、あ、だからぼったくりバー。ぼったくりバーは結構やらせ多い。やらせ多い。そうっすね、うん。そういうやり方もあり。まあ、まあ、彼に任せてる。敏腕プロデューサー。それバレた時の恥ずかしさ半端ないじゃん。一生懸命やらせだった。再生回数もそんな回ってないやつみたいな。でもそれだったら本当にもうなんか隠し撮りっていうか、まあ録音でも面白いと思うし。確かに。結構ありますからね、そういう誰々の知り合いみたいな。それは面白いと思う、多分。確かに。みんな言いますもんね、だってね。だからなんか俺はこれから音楽業界負けますよ。いやでも昔の作戦じゃ取れなくなっちゃうよ。ああ確かに、あ、うん、でもあれすると結構ポジショニングきつくなりません。だからもうなんかもう本当の意味でなんか最後のギターヒーローそうそう
軍隊に突入してくださいギター持ってこれで終わらしますみたいなもう本当本当なんかそう違う意味でなんかもう終わらすみたいなもう最後のあれだよね本当に突撃みたいなもう俺この業界に意外に、ね、残るつもりはないみたいな意外にこの業界って結構なんかみんなのこうあれをちゃんと取るからね確かにその辺がねやっぱあんま良くないよね、うん、でもいいですかなんか45ぐらいまでって決めて取りだめして最後にぶちまけて俺目標だって死ぬまで引くってことでしょああ最後に大ヒーローじゃん あでもね俺ここにね最後の何でしたっけギターヒーローが分かってますよちょっとね思ったことがあってこう結構 YouTube っていうもので弾くよりも買うっていうコンテンツの方がなんかこうちょっと多い気がするんですけどまあ楽だからねそうなんですけど楽だし、ねうん、これはもう一回弾くっていう方に持っていけないかなと思っていやでも弾くは弾くで需要絶対ありますからねいやあるんですよでもこういや俺がそうなのかな俺がやっちゃってるからそう思うんですかねいやでもなんか俺はその買う人も引くっていう方になんか持っていけたらより一層良くなんじゃないのかなみたいな確かにね、それはあるよな、ね、だからあれですよもうイベントしかないなと思ってあそこかそうあそっち行くのかやりましょうイベントいいっすよ全然いいっすよ決まりましたこれもう閉まった宮尾すべじゃないですよね完全に閉まりました今なんか俺ニューヨーク行った時になんかレスポールさんとかのライブ見に行ったんですけど20ドルとかなんですよあ安いっすよねやっぱねそうなんかだからやっぱねだ俺もねできれば大衆のなんか見やすいものでやってほしいんですけどでも他のライブ見たらめっちゃ高いっすねやっぱ6000円とかそうそんなもんなんかなってだからより一層行かなくなったりとかまああとみんな飲まないからね日本人は確かに、うん、だから俺とかもう高いチケット払うのにさらに飲むからもうめっちゃ出費になっちゃっていやそうですよねそうまあやりましょうライブうんだからいいね場所なんか応援してくれるあ、はい、ライブハウスさんがねいればそうですね、うん、今の話をちょっとか、ね、かん聞いてもらって、うん、なんかあそれだったらって思ってくれるとこね、うん、ライブでもほんま難しいですよやってみてほんまに地方に行こうとしてもなかなか行けず難しいなと思いながら、うん、でも逆になんか呼んでくれるライブハウスが募集したいんじゃないですかそうなんですよ、ね、多分呼ばれないと多分行けなくて、うん、でもだってねみんなで移動してアゴガシって言ったら10万ぐらいとかかかっちゃうもんいやでそれでもし借りたとしたらもうねえそうだから20何万とか1回のその公演で20何万稼ぐって結構大変ですもんねだからまあ3000だと70人ぐらいよって、ね、そうそう、ね、過去側が呼んでくれてちょっとお呼ばれしていきますとかってあるから確かに一番なんかいいのはスポンサーとかね、うん、ああいうのもなんかやったりしてる人がねいてたりしますねなんか大衆のものでやりたいんですけどねね、最後の最後のギターヒーローとしてね最後のギターヒーローとしてほんまにいや、ほんと T シャツ作った方がいいよいいんすかほんまにいただいてその言葉を全然ほんまに後からなんかこうあマージンおかしいぞみたいなボロカス言わないですか言わないでしょ、どう考えてもなんか登録者8万人も書いてもらえあれでしょ登録者8万人、最後のギターヒーロー前と後ろでダッサいな、それ最後のギターヒーローはいいよね、はい、それは絶対そうっすねいただきましたこんな感じですかねこんな感じですかはいありがとうございましたありがとうございましたこちらこそ